久保さん、こんばんは。142話ですね。気になる男142話でございます。今回は YouTube を通じて突破力を養う YouTube を通じて突破力を養うみたいなテーマでいこうかと思います。よろしくお願いします。前回お話たくさんしていただいて、いろいろ拾いたいところがたくさんあったんで、キーワードだけちょっと抜き出してきました。もう YouTube を続けるためにどうしたらいいのっていうところの話題が出てたところで、まあ慣れない工夫をしましょうよと、慣れない工夫をしましょうと、まあ、何かをやってたら絶対慣れちゃう、だからこそどうするかっていうところで、まあ、感受性を高める努力をしなさいよというところがあったり、好奇心を設定しなさいよとか、改善点を人知れず見つけていきなさいよみたいな、そういう話があったような気がしてて、なるほどなと思ってたんですけど、また一つなんかここら辺で少し思いついたことがあって、他人は本当に邪魔な存在なのかと、まあ唐突もなくいきなり思い、なんかこう出てきたわけで、でこれ勝手に邪魔な存在と決めつけている自分の思考が問題なんじゃないかっていう、これこの質問はその他人がいるんで、なんか他人のせいで YouTube が続けられないとか、まあ、要はその家族が、まあ、協力してくれない、よくわかん、協力してくれないはちょっとおかしいかもしれないですけど、家族が何かやろうとしてもこう、まあ、家族がいるんで続けられないにしましょうか。家族がいるんでちょっと YouTube 活動が続けられないって思っている考え方と、まあ、これはこっちですよね。家族が邪魔な存在と、でも別に家族がいてもなんとかこうやりきれるんじゃないかっていう考えでやるのと、結局それも自分で決めてるんじゃなかろうかと。自分が決めてる、家族は邪魔だと。邪魔、家族がいるから YouTube 活動ができない、いや家族がいても YouTube 活動を続けようとする意識、結局ここってやっぱり自分の意識なのかなと。ともすればでは、家族が邪魔なんで YouTube 活動ができませんではなくて、YouTube を続けるのが大変なんだけど、当然家族がいるけれどもそこを葛藤しながら続けるみたいな、ところの思考に変換できないかなみたいな、ちょっともうこの時点でだいぶ何を言ってるのか分かんなくなってきてるんですけど、ここに台本があるのにもうすでにね、なんかねそういう感じがしてて、ただここなんかすごくこの自分の意識だから、関係ないんだよみたいな、意識が全てなんだよみたいなことがなんか前回語られてたような気がしてて、そこをなんかうまく表現できないかなと思ってこんなことになっちゃったんですけどで、じゃあやっぱりうまく続けれないと、うまく続けれないときはどうしたらいいかっていうところの、回答というか、対処法として思考停止っていうキーワードが出ていたと思ってて、ストレスを感じるときは思考停止でやりきると、もう辛いけどここはやりきると。ただし今度こっちですよね、思考停止しない思考停止してやるんだけど、思考停止せずに問題に対して工夫をして改善する、ここなのかなと。ある意味思考停止してやり続ける、でもその思考停止をしてるんだけど改善するみたいな、まあ、ここって結構リアルでもこういうことやってるなと思ったんですね。辛いけども会社に行くと、満員電車で辛すぎるけど必死に行く、まあ、これがねアップするのがちょっと
アップロード、YouTube で動画アップロードのが辛いっていう時にこの思考停止の力が使えるのかなと。でも会社にひとたびつけば頭を使って仕事をすると、これはもう思考停止の時間が終わって今度は頭を使い出す。YouTube で言うとアップすることができたならその後は、まあそのアップするどうやってアップしようかみたいな、どういうことをアップしようかみたいな考えるみたいな、いうことにつながるんじゃないかなと。まあ、もうそしてまたこの話が変わって、またこれまた話展開変わるんですけど、自分を説得していくっていう話、これでいいんだとかこれでいくんだっていう、結局いろんな人が言ってくると思うんですよ。 YouTube やろうとしてたら、まあアンチじゃないですけど、まあ、いろんな声がね、ネットの中ではアンチかもしれないし、リアルのところでは、なんだろう、ドリームなんとら、ドリームなんとか、まあ、夢を壊すみたいな、わかんないですけど、ともかく、そんなことをやったって意味ないよとか、何のためにやってんのとかね、そういう、こう、その人の行動をげんなりさせるような言葉を平気で吐く人、たとえそういう人がいても、もう、こうなったら自分を信頼して歩いていくしかないんですよね、結局。そこでブレちゃうとやっぱり結局自分がやってることなんで、そこに対してどうアプローチしていくかって言うと、まあ、やっぱり自分しかいないのかなと思っていて、どこまで行っても自分しかいない、ブレちゃう自分がいるからこそブレるっていう、なんか難しい表現なんですけど、そしてここですよね、続かない人はもうやらない方がいいという残酷な事実というところもあって、変になんかやっちゃってね、なんか希望を持っちゃってみたいな、もうどうせ続かないならもうすっぱりやめてしまうというか、もう足を洗うというところも必要なのかなという、その潔さっていうのも必要なのかなと思いつつ、そして欲望の話ですよね、ふと思ったことを現実化したいという欲望、おそらく多分自分はここが強いんじゃないかなと。なんかこう欲望っていうと、なんか物欲とか、なんかそういうことを考えていたら、まあ、特にその物欲はないなと思ったんですけど、自分がこう思う、自分の欲望ってなんだろうっていうことをずっと考えてたんですよ。欲望ってないよなけど、ないってな、それもおかしいよなっていうのことをずっと考えていて、おそらくなんかこう思ったことを現実化させ続けたいっていうか、なんかちょっとそこに対してなんか執着があるなとは思ったんですね、自分は。きっとあれもできるんじゃなかろうかとか、ああこれもできるんじゃなかろうかって思ったことに対して、ちょっとなんかこう執着が強い、それを欲望と呼んでいいのかなと思ったんですけど、例えばこの淡い期待ってしちゃうことあると思うんですよね。ちょっと表現、具体例とかがうまく出せないんですけど、具体例で言うとこれですね、家で仕事できるんじゃなかろうかとかね、要はその自分が通勤してた時に、これ通勤時間無駄だなと思って、なんか通勤せずに仕事できる方法ないのかなとは常々思っていて、で全く歩くのは無理だよなと思ってて、例えば電車だと30分、1時間通ってたのを30分で行けないかなとか、30分だもう長いな、やっぱ15分ぐらいがいいなとか、そんぐらい結構そういうのはずっと思っていて、どん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 現場が近くなったっていうのもあったんですよね。ああ近くなった近くなったっつって、前はそのお台場とかまで働いていたんですけど、働いてたことがあって1時間ぐらいかかったんですけど、いやこれ遠いよなと思って、ちょっともっと近くがいいんですけどみたいないう感じをこうずっとなんか言ったのかな、言って多分言ったような気がしないでもないですけど、なんか多分にじみ出てたような気もするんですけど、でどん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 近くなって、最終的にはその山手線も2つ、最後は馬場、高田の馬場ってとこで働いてたんですけど、
で、自分池袋経由の電車なんで、急行だと池袋まで1本で、で山手2本、まあそもそも池袋が高田馬場なんて歩いて行けたんで、まあ、歩いちゃおうっつって山手乗らないみたいな、もはや歩いて行けるじゃんみたいな。で最後は歩いて行ったんですけども、山手乗らないっていう最後は歩いて通勤するっていうね、もうなんかそんなことをやってたんですけど、トヨタが一駅だけ乗って、ちょっと時間が足りないんで一駅だけは乗るんですけど、目白だったかな、目白までの池袋か目白まで乗って、目白で降りて馬場まで歩くみたいな、馬場の方面を歩くみたいな、そんなことをやってたんですけど、やっぱそういうなんかこう、やっぱ欲求が強かったですね。なんか電車に乗ってやらんぞみたいな、なんか嫌だなみたいな、乗りたくないなみたいな、電車に乗るぐらいの走って会社に行ってやるみたいなぐらいな感じで、まあ、結局走って行ってたりもしたんですけど、なんかこうなんかいろいろ、そのなんだろう、枠にはめられたくないっていう思いがすごい強くて、多分これ強かったと思いますね。だからやっぱり欲望っていうとちょっと表現が自分の中でしっくりこなかったんですけど、願望は強かったですね。願望が強い。でその願望に対して見え、なんか無理やりなんとかこうその願望を実現するようなことをやり続けたいみたいなことはあったような気がしてて、結局この見栄を張るというか、それが欲望の根源なのかもしれないなとふと思いましたね。なんかで物欲っていう感じで考えると出てこなかったんですけど、ここがで出てきましたね、自分は。で結局ここなんですね、周りに対して自分をよく見せようと無理をすること、まあ結局なんかこれがずっとこれで生きてきたもんだから、これがもうセットになっちゃうんですよね。例えばその勉強も別に好きじゃないけど、周りによく見せたいから勉強するとか、なんかそういうその無理が人知れずの努力へとつながる、まあ、そうやってこう見栄をこう張り続ける、その見栄を張り続けるんだけど、その見栄に伴うようなこう中身を伴いたいっていうところが、今度これも多分願望というか欲望になってくるんですけど、いつかこの見栄ばっかり張ってると剥がされるというか、仮面が剥げていくんで、この仮面が剥げる前に中身を無理やりこう持っていくみたいな、なんかそういうことをなんか一生懸命やってるような気がしますね。自分はこうなんとかこう中身を伴わせるような努力というか、努力っていうか分かんないですけど、ともかく気づいてるんで、自分がその見栄で生きてるっていうことを知ってるんで、じゃあ見栄だけじゃいかんなみたいな、なんかふとそういうことが思いつきましたね。この欲望を駆け出してみなさいみたいなお話あったと思うんですけど、セミナーの時に、久保さんのセミナーの時に、で多分出ないんですよ。出ないけど、見栄を張ってることは何ですかって言ったら多分結構むちゃくちゃ出るんじゃないかなと思って、そう、家で仕事したい、家で意地でも仕事したいとか、なんかこう楽して仕事したい、ちょっと楽して仕事したいって表現おかしいんですけど、なんでしょうね、楽楽っていうのはこう変に人間関係に左右されて仕事したくない、そういう意味の楽なんですけど、邪魔されたくないっていうところなのかな、なんか変なものに巻き込まれたくないっていう、そういうのも結構欲望願望があって、その願望がやっぱりすごい強かったりもして、なんかいろいろ考えるところがありますね、こういうところって。なんでやっぱりこの自分の欲望に気づくみたいな、願望に気づくみたいな、まあ、ここで見栄だけで結局で見栄がなくなったら
なんか頑張らないのかもしれないとかふと思ったりまして、なんかここら辺がこう少し頑張るきっかけになってるような気がしますね。そしてそれが結局最終的に突破するっていうか、なんかこうこのままじゃいかんだろうみたいな、人に対してよく見せたいだからこそ頑張るみたいな、これも一つの生き方なんかなとふと思ったりもいたしました。はい、ということで気になる男140にわか、少しやっぱりこのなんか生々しいっていうか、そういうところの表現ができていくといいのかなと思った140にわでございましたということで、久保さん気になるところ143はまたよろしくお願いします。なんかこういうところかなっていうところですね。なんか、なんか今回結構自分の感情を表に出せたちょっと気がしますね。はい、ということで、よろしく、次回もよろしく、次回もあれなんて言うんだ、次回もよろしくお願いしますというのかな、久保さん次回もよろしくお願いします。はい、ということで、はい、ありがとうございました。